はいどうも、今回はギルティギアストライブの、ダウンロードコンテンツのキャラクターであるこのディキンソンが、SNK のとあるキャラクターにものすごい似てるんですね。なのでちょっとそれをちょっと見ていきます。でその前に、どんな部分が似ているかっていうのをそれ見ていきます。このジャンプ攻撃ですね。ジャンプ攻撃のこのジャンプベヒーモスのこれです。これの連発、この立ち回り状況でこの缶桶をぶん回して連発するっていうのと、あとこの立ち弱キック、これ破棄脚と、あとこの缶桶のこういう攻撃とかですね。この辺はそうでもないけど、この辺の攻撃とかこういうのとか似てるんですよ、これほんと。あとタッチパンチのこれとか似てます。多分用途も同じです。これ似てる。というわけで SNK のどんなキャラと似ているか見ていきます。はいどうも、お察しの通りちゃんこはんでした。この破棄脚が立ちキックに似てますよね。そもそも耐えてみろ似てますね。こういうの鉄球の攻撃が缶桶のあれに似てますね。ベヒーモスに似てますね。鉄球のジャンプ攻撃、この辺はちょっと違うんだけど、この近距離立ちキオパンチも似てて、でこれ実は通常の投げも似てるんですが、似てます。これも頭突きでしょ、似てますよね。こういう技もあったり、こういう技もあったりということで、KOF の最新作には出てないんですけど、結構昔はよくね、オロチ編では常にいました。というわけで、はいどうも、というわけで、チャン後半なんですが、非常になんか見た目がよく似てるんですね。というわけで、以上です。ご視聴ありがとうございました。